セブ、触るな。てめえ下がってろ。おい、落ち着けって。リコ、ほっとくんだ。総員、戦闘配置につけ。繰り返す。総員、戦闘配置につけ。くそ、今度は何だ。来い。セブ、行くぞ。オッケー。こちらリコ、応答せよ。さあ、ブリッジまでたどり着けねえ。セブ、リフトでブリッジへ行け。大佐から作戦内容を聞いてこい。弾頭へアップロードします。あと数分です。了解。ミサイル発射プロセスを開始する。クソ、発射ポートがやられてる。いくつですか？全部だ。軍曹、ペトルサイトがある区画を攻撃する。だがもっと時間がいる。ヘルガストを退けてくれ。発射ポートを手動で作動させるんだ。何してる。行け軍曹、ガンデッキに急行しろ。
掌握したとエンジニアに伝えてください。敵は倒したぞ。みんな倒した。中へ入れてくれ。名前と階級、認識番号を言え。はぁ、規律を重んじてる場合じゃないだろ。監視カメラが壊れている。ドアを開ける前に君が誰かを確認する。リンガースト校長、ビクターマイク73469ブラボー X-ray。 OK、 確認した。入っていいぞ。空域をクリアしなければ。ルゾ、エルガストのジェット戦闘機がそこら中にいる。戦備の対空砲についてくる。ガンデッキまで階段を降りていけ。そう、ガンデッキまで階段を降りて右へ進め。行け。大丈夫だ、すぐにここから連れ出すからな。敵を取ってくれ。アテンション。
ちらテンペラ、私の様々な要求に皆よく応えてくれた。ここでもう一つ要求したい。ニュー3号から退官し、最後にもう一度私を信じてすべきことをしてくれ。船から降りて地上か残っている巡洋艦へと進め、戦い続け、ヘルガストを倒し英雄となって帰還せよ。君らと一緒に戦えて名誉に思う。テンペラアウト。会社の言い分にしては筋が通り過ぎだ。この船から出ようぜ。ぶっ飛び部隊長殿が。Oh!
セブなら大丈夫だって言っただろう。そんなことは分かってる。あと見捨てるわけがないだろう。セブ、時間がかかり。セブ、来い。すぐに行く。エブリン、座標地点に接近している。オートパイロットに変更。じゃあ、テンペラー大佐。ラデック大佐、君自らお出ましとは。できれば戦場でお会いしたかった、兵士らしく。同感だ。だがこうなったな。確かに。では核のコードを渡してもらおうか。ここでわかるはずだ。その通り。だがアクセス権を剥奪された。嘘が下手だな大佐。さあコードを渡せ。司令部の許可がなければ発射コードは渡せない。私をもてあそぶな。何をする。コードをダウンロードしろ。テンペラー大佐が撃たれた。ジャンガ、何？リコ、あいつを置いてはいけん。もう手遅れだ。その手をどうかなってんだろうが。セーブ、セーブ、飛び込め。出力が停止します。航空プロファイルに障害発生。飛行高度の維持、警報信号点灯、警告、衝突注意。高度 1500m。 航空能力の限界値を突破。衝突回避。彼の死は無駄じゃない。